どうでした、赤木さん。思い出しましたか、昔を。はい、ちょっと今ちょっと感動して、ちょっとやばいって感じですけど、はい、見なきゃよかったなみたいな。すぐにでも話しなきゃいけないのに、ちょっと今感動してますけど、いい映画じゃないかと思って。はい、でもやっぱり、見てて、ああ、この子たちも私と同じようにいっぱい走らされて、塀があれば登らされて体張ってるなっていうのをすごく思って、なんか本当に思い出しましたね、ショーベンライダーの撮影の時を。はい、僕の記憶ではですね、はい、あの子たちも、はい、ほとんど名前は呼ばれてませんでしたね。あ、そうでしょうね、はい、きっとデブとかメガネとか、はい、そんな風にしか言われてなかったけど、はい、あ、でもまだね、それだったらいいですよね。私はゴミとか、ゴミかタコかな、タコが多かった、はい、でも、はい、なんか、はい、嬉しそうに返事をしている自分がいましたけど分かってなかったんですけどね、はい、なんだか、あのションベンはね、はい、まあ言ってしまうとロードムービーで、はい、まあ、学校、まあ、東京の学校から横浜、はい、熱海、名古屋ってこと言ってまた横浜に戻ってくるって、はい、今日の映画はどっちかというとその一人の老人の、はい、まあ、見つめるという意味で言うと定点観測風な映画だから、はい、ちょっとその撮影的にあのションベンのほど過激な部分は、はい、ちょっと最初の方であのメガネの子が、はい、危ないってことやってますけど、はい、あんなの見てるとやっぱ思い出すんじゃないですかね。そうですね、今だったら絶対にありえない感じだと思うんですけど、あれ別に何にもないですよね、はい、下に何かしてるとかないですよね、はい、本当に私も台本では、丸太の上から川に飛び込むだったのが、行ってみたら12、3メートルの吊り橋からお前そこから落ちろって言われましたし、そうですね、何考えてんだって思いましたけど、はい、あの木場はそうなんですよね、あれは別に橋から降りるっていう設定何もない、台本には全く書いてなかった。確かにあれもなんか突然ブルースがあそこから降りるのがちょっと最初はえって思うんですけど、はい、でもあなたが降りたから、はい、あの後から追っかけてくるあられ先生の話したのが、はい、原秀子さんが、はい、えって言ってて、はい、私もって言ったら、だって生徒が降りて一緒に助けない先生はないだろうって言われたんで、はい、しょうがないって思って落ちたって言ってた。すっごい怒ってましたよ、すっごい、もうそれはもうものすごい怒りで、その怒りが私は下の方のロープに一回捕まって降りてるんですけど、原さんはなんか手すりによじ登ってそこからダーンそうですね、落ちてるのはあれは相馬さんの怒りなんでそれで体ちっちゃい方だから風でふわっとか浮いてて本当によく、ね、落ちてから、はい、大丈夫ってあなたのことを一生懸命、はい、まあ、一応演技はしてんですよね、はい、あれ昨日見てて僕もすっかり、あ、やっぱりさちゃんと行って、うん、水の中入ってまでやっぱちゃんと 演技してるなってちょっと感動しましたけどね。私はあれ手を離した瞬間に記憶が飛んでるので、意識が飛んじゃってるので、なんかすごい泥まみれのすごい川、汚い川だったんですけど、そこに入って私、何やってるんだろうって思って、ちょっとわからなかったですね、しばらく。そうですか。はい、そんなことがありました。確か助監督さんも一人ね、あの時は、一番下の助監督さんがやっぱり一回入ってたんですけど、そんなに、まあ、その後の木場のね、はい、貯木場の方は、ひどい、ひどいっていうのだけは、ひどい、やっぱり皆さん、まあね、はい、ご覧になった方に言うんですけど、ひどい、もう本当にこう、タコツボみたいなのがついてたりとか、はい、あと、あれは、その東南アジアから の、はい、輸入のね、はい、材木が置いてあるんで、はい、なんかこう、危ない蛇とかが、たくさんいるらしかったんですよ、はい、で僕らは後からそれをちょっと知りまして、あんなに役者さんがみんなドボンドボンと落ちると正直思わなかったんですけど、はい、夢中になると、いやもう本当にもうツルツル滑るんで落ちたくないのに落ちちゃうんで、私もここに未だに残っているんですけど15センチぐらいの傷がありますし、病院に運ばれましたし、はい、本当に命がけでした。前日に、確か前日に彼女は、まあ、一回ざっとあそこの、落ちないんですけどリハーサルをしたんですよね、はい、そしたらちょっと転んで、
ほとんど失神状態で病院にすぐ運ばれて、はい、やっぱりせっかく名古屋に来たんだけど明日は撮影中止かなって言ってて、あれは馬の油でしたっけか。あ、はい、そうですよね、はい、マーユかなんかを塗ったらペロッと治ってしまって、はい、まあまあ、まあ、と当然あの、ね、ご覧になった方は分かると思うんですけども、あの、フレームの中以外にもたくさんこうみんな、はい、ね、落ちたりしてるんで、はい、いや、あの本番のフィルムでも私は実は死にかけていて、あの、はい、落っこったところがちょっと予定と違うところだったので、あのなんか下で絡まっちゃって上がってこれなくなっちゃって、何が光る、 なんか何があるかわからない感じだったんで、なんかあう、う、どっか打ったかなんか絡まったかで上がってこれなくなっちゃったんでしょう。それをたまたま通りかかったっていうのもおかしいですけど、あの永瀬くんがあおかしいなと思って引き上げてくれたので今生きてるんですけど、それ本当端っこの方に映ってるんですけど、その様子が、はい、あの本番中にも一度死にかけてます、まあ、あのそんな危険なね、はい、遊べないんだわな、あなたはそうくぐり抜けてきましたからね、あの、はい、まあ、いろいろと相馬井さんの映画には思い出深いとは思いますけど、はい、あのあれはだから3作目のションベンライダーに出て、はいはい、で実は彼女は6年後の光る女、はい、明日上映されるんですけど、光る女でもあのちょっとまた相馬映画に出演していただいてます、はい、それから今日これから3時半からの上映されるああ春にも、はい、看護婦役でまたワンコレも出演されています、はい、彼女のまあまあこれちょっと大げさですけど女優人生の中でですね、はい、まあ、相馬井さんの映画にデビューして、はい、6年後それから11年後ですか、はい、そうやって相馬映画にこうまあ節目節目で出演されてね、はい、まあ女優さんとして相馬井さんのその演出であったり監督としての相馬井さん、はい、どういうふうにご覧になってました？あのションベンライダーは私本当に全くの素人で演技何もしたことがない中で撮影をしていたので、もうなんで同じことを何回も何回もやるのか意味が分からなくて、しかも相馬井さんなんかゴザ引いて寝てるしでしまいにはなんかもう一回とかも言わないで美術さんに作ってもらったバツと三角の札をあげるだけっていう、もう本当にイライラする感じだったんですけど、その6年後に光る女にちょろっと出させていただいた時に、あの私ウェイトレスの役だったので最初にお水を出して注文を聞いて しばらくしてからまたっていう、あの安田成美さんと武藤さんの演技をちょっと客観的に見れたんですけど、そしたらやっぱり何度も何度もやるんですけど、どん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 変わられていくんですよ。でそれを見てあれと思って、もしかして私もかなと思って、あの当時 あの同じ記録さんだったんですけど聞いて、私たちもああだったんですかって言ったら、当たり前じゃないって言われて、そこでちょっとおー相馬井すごいなって思ったりしたんですけど、それでそのまたあと、あ春の時は看護婦役をやったんですけど、あのすごくいつも最長で3日とかテストやってたのが結構あっという間に本番になって、俺早いな今日はと思ってたら、あの相馬井さんにお前は看護婦にしか見えねえんだよって言われて、それもしかして超褒め言葉じゃないかなと思って、その後あの楽屋に帰って両親に電話して泣きました相馬井さんに褒められた、もうやめてもいいって思って、まあ、やってますけどね、はい、そんなことが思い出ですかね、はいはい、あとちょっとねこれは僕の記憶だと思うんですけど、まあ、本当に相馬井さんが亡くなるちょっと前かな、はい、なんかねある言葉がねちょっと流行ったんですよ、我々こう相馬井さんの近くにいる人の、はい、それは多分その原因は、どうも河合美智子さんが相馬井さんと京都でなんか、はい、なんかしたって話なんですけど、はい、ちょっとその時の話をぜひ、あのなんか京都のすごい、ほんとすごい高い料亭かな、なんか五重の塔とかが見える素敵なところに、あのなぜか私もお呼ばれして、で相馬井さんとご飯食べたんですけど、その時にお前俳句とかをやるのが一流の人間だって言われて、ちょっとお前読んでみろ、はい、読んでみろって言われて、もうそんな
や、もう分かんないしとか思ってたんですけど、だんだん前酔っ払ってきたし、どんどん調子に乗ってきて、で私が読んだ最高の句が春の月光集めてハゲチャビンっていうこれは大層、はい、相馬井さんもあのその後気に入ってくれて、ハゲチャビンが流行っててね。そうなんです、もうハゲチャビンが季語っていうことで OK になったっていう、ね、はい、なんかこうテカテカね、あの人の頭光るから、はい、ハゲチャビンハゲチャビンって僕らも言ってました、はい、その後はね、はい、もう本当に、まあ、いろんなことがありましたけど、はい、他にも何かありますか、相馬井さんの思い出は。相馬井さんの思い出じゃなかったら、ね、恨みづらい、まだ10年後ですから。いや、あの本当に今日はそこにいると思いますんで、あの一度もおごってもらったことがないっていうのが一度ぐらいおごってもらったことがない。先ほどのね、その料亭の人誰から、ね、そうです、誰から、はい、そう、スポンサーがちゃんといるので、はい、相馬井さん自身におごってもらったことがないのが、それだけがちょっと悔やまれますね。